こんにちは、チョメです。7年目第37章の右のね、授業課題やっていきます。右上の球根器からやっていきます。右下に関しては後半やります。悪夢に直接立ち向かったことはあるか？どういう意味だ？球根器のことだ。この世のものとは思えないおぞましい生物だ。うん、確かにすごくおぞましいな。アズガバンで過ごす時間が長くなるほど危険が大きくなる。球根器がいる場所でも君がしっかり気持ちを強く持てるようにしておきたい。だからよく聞くんだぞ。私の話を聞くことで命が救われるかもしれないんだからな。うん、分かったよ。それじゃあ始めてくれ。これストーリー進める前にやっておいた方が良かったかもしれないね。球根器が出てきたからね。以下の通りやっていきます。説明を聞く。アズガバンの歴史を少し学んでもらう。かなり心臓に悪いかもしれないから覚悟してくれ。とにかく球根器には出くわしたくない。アズガバンで死ぬ人って絶望に飲み込まれて死ぬらしいわよ。末端の説明をちゃんと聞かないと怒られるだろうな。球根器のことを聞けば聞くほど自信がなくなってくるよ。魔法界に球根器ほどおぞましい闇の生物はいない。球根器に対する防御は守護霊の呪文だけだ。しかも簡単に唱えられる呪文ではない。球根器は人間の幸せな気持ちを食うんだ。アズガバンには死んだ方がマシだと思える。マッドアイが球根器と遭遇した時のことを細かく話してくれてる。この紙はこんな感じでね、学んでいきます。どんどん、まあ、今回は知識にしておこうかな。はい、思い出す。これはなぞれば OK ですね。じゃあこんな感じでどん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 ねやっていきますね。課題、生物のエキスパートに相談する。球根器について学びたいならエキスパートから話を聞くといいだろう。エイモス・ディゴリーのところに来ました。うちの局はどんなものにも対応する。私は強くて無口な生物に共感するの。全く聞いたところもない本もあるわ。面白そう。僕はあまり好きじゃないんだ。だから檻を見ても中に入らないようにあまり関係ないようだけど、そんなにおぞましいなら球根器の実物、今そこにあるものが動いたような、ピクシー妖精とかがいるからね。球根器はこういうのもすり抜けることができるんだろうな。ドクシーの卵から離れた方がいい。ここに来る前にトイレに行っておけばよかった。餌にしておこうかな。はい、メモを取りましょう。これはね、あの緑のところにこの左下のやつをね一定時間入れておけば OK です。まあ最初だからちょっとやるか。まあ、いつもやってる感じなんですけどね。こんな感じでちょんちょんちょんとやって一定時間入れておけば OK です。同じやつは以下略とさせていただきます。では次やっていこう。トピックを調査する。図書館で球根器のことを調べよう。やっていきます。話す。しタップしなければよかった。球根器は存在しないって説を立ててるんだ。ただの噂じゃないかなって。中に入る前にくしゃみを。この本を借りようと思う人は少ないみたいだな。勉強ってストレスがたまるものだな。この本が今動いた気がする。あの今回球根器のことについて全く勉強できてないんですけど、左下一番最後のがちょっと球根器のことを言ってるみたいな感じでしたね。最後質問とかあったらいいんだけど。あ、これは以下略です。講義。とにかく練習に練習を重ねるんだ、チョメ。球根器は本当に恐ろしい奴らだからな。おしゃべりする。球根器に魂を抜き取られたらその人は死ぬこともできなくなるって聞いた。呪文と壁画にはちょっと似てるところがあるの。バランス、集中力、意志の。球根器なんてホグワーツで最強の魔女には到底かなわないわ。この球根器と取引するっていうのもありかしら。ホグワーツではおぞましい敵と戦ったけど、ここまで恐ろしい存在はなかった。球根器なんてヘブリデス・ブラックの足元にも及ばないよ。ドラゴンのことですね。ドラゴンの勉強をしてる方がいいよ。勉強も大切だけど、実際にやってみることで全てがつながるはずだ。これで以上になりますね、球根器のやつは。ではちょっと報告していこう。最後は何だろう、質問に答えるとかかな。はい、問題です。球根器対策として一番有名なのは何？歌いかける。美を解く。避ける。これどれなんだろう？避ければいいんじゃないのかな？関わらないのが一番ですね。じゃあ、行こう報告。
ざっとそんなところだ。チョメ、吸魂鬼について知っていることは全て話した。怖い存在だっていうのは知ってたけど、どれだけ怖いかはちゃんと理解できてなかった。それが分かってよかった。それなら無事に戻ってこれそうだな。うん、ありがとう、マットアイ。いろいろいいアドバイスを聞けてよかったよ。まあ、私は先にストーリーをやってしまったからね。もう無事に戻ってこれました。はい、ゲット。じゃあ次、右下やっていきます。アズガバンのオリエンテーションやっていきます。やあ、チョメ。どうしたんだ、ムーディ。すごく真剣な顔をしてるけど。魔法省はアズガバンで騒ぎが起こっても対処できるようにもう少し準備しろと言っている。だけど僕はアズガバンにはもう行ったことがあるよ。行ったことがあるから身の安全が保証されている。と言いたいのか？それに魔法省の必須のオリエンテーションだ。口答えしても時間の無駄にしかならない。私の反論も虚しく終わった。それでは始めよう。チョメが始めようって言ってる。はい、こんな感じでやっておきますね。目撃者に話を聞く。まずは君の尋問のスキルを磨くぞ。教えてもらう。あんなことがあったから記憶があんまりはっきりしないんだ。それは興味深い情報だな。もう一度言ってくれないか。起こったことは全部はっきり覚えてると思う。闇の魔女が関わってると思うんです。尋問中は相手の様子をしっかり観察するんだ。これまで数えきれないほどの目撃者を尋問してきたが、毎回少しずつ違う体験をするんだ。気を抜きたいと思うかもしれないが集中するんだ。集中しろ、チョメ。しっかり話を聞くんだ。どの目撃者からも、まあ、今回はこんな感じで目撃者に話を聞く尋問の練習をしました。長所を取る。これはね、なぞれば OK ですね。じゃあどんどんやっていきます。こちらの方も事務の仕事をする。いい調査をしたいなら書類に基づいて判断、推測する必要があります。さあ書類を見ていきましょう。手を貸そう。どのファイルもどこにしまわないとか。だがどこにしまったらいいんだ。私の勤務初日はずっとこのファイルに悩まされてるんだ。まあこの若者はフィルタリングが上手ですね。事務員の仕事に終わりはないんだよ。こんなにファイルがあるなんて、どうやったら探し物を見つけたらいいんだ。バグルにはね、パソコンというものがあるんですよ。それをね、導入してみてはいかがでしょうか。結構大変だからね、紙でこうやって管理するの。はい、書類を集める。これは以下略ですね。仕分けをしております。ホグワーツの歴史を見直す。さて、アズガバンの歴史を見ていこう。みんな寝てるんじゃないの。またアズガバンは何百年も前に建設された。ボロボロのローブでもなぜか吸魂鬼だったら似合うんだよな。アズガバンのある島はどんな地図にも載ってない。ひそひそ話す。今朝はずっとドラゴンの絵を描いてるんだ。見たいか。じゃあビンズ先生タップしていくか。ちょっとゴム消費しちゃうけど。許されざる呪文を使えば間違いなくアズガバンに投獄される。おしゃべりする。もうこれで終わりかな。アズガバン、アズガバン、アズガバン。チューリップとかもタップしたかったけど、また、ね、全然関係ないこと言いそうだったから、ビンズ先生にしました。吸魂鬼の有益だと思ったのは誰？ミリセント・バグノルド、ダモクレス・ロール、アルバス・ダンブルドア。わかんないな、これ。一番上にしてみる？真ん中か。一番上か真ん中、どっちかかなと思ったんだよね、消去法で。これはちょっと勉強になりましたね、すごく。ちょっと今真ん中の人のことを詳しくいろいろ知りたかったけど。説明を聞く。よし、アズガバンについていくつか話しておきたいことがある。エネルギーギリギリ足りるかどうかですね、右上。ちゃんと聞いておこう。すごく大事な話だから。口にするべきじゃないものがアズガバンには存在するの。君たち二人が肩を並べて仕事するとは思わなかったな。杖を持ち込めないということは無防備になるということだ。私はあまり人を信用するタイプではないが、アズガバンにいる者は特に警戒を怠るな。常に周りに注意してるんだぞ。ずっと一緒にいてくれるんだな。ピルラもタップして。危険な目に遭いたくなかったら私から。書類の上もなんか光ってなかった。それもちょっとタップしたかったけど、ちょっと早すぎるね。はい、思い出す。これは普通になぞれば OK ですね。じゃあ次やっていこっか。部を掃除する。初めてだな。魔法生物規制管理部で狼人間が逃げ出しそうなの。後片付けを手伝って、ゲームズ。
なんかシュールだね。すごく綺麗にする。このシミは何だろう、知らない方がいいかもしれない。アバンとかも立ってるよね。そもそも狼人間はどうやって逃げ出したんだ。水の色がめちゃめちゃ綺麗なんですけど。あの檻には何もなかったというのを願うよ。オブリエイドをかけられたくなかったらことことは黙ってるので、記憶を喪失させる呪文ですね。あまり近づかないでよゲームズ。メルロがちゃんと掃除してる。磨けてない部分があるわよ。私が誰かの後片付けをするなんて、しかもそれが狼人間だって。恥と言わないモップをかける。これが何であれモップで綺麗にする。モップの使い方ってこんな感じでやるんだね。水につけてバーバーバーみたいな感じで。はい、集中しましょう。はい、もうちょっと見ておきたかったな。シャボン玉とかもめちゃめちゃ綺麗だよね。何事もなかったようにチョメはモップを置くと。はい、これでね、すべて終わったので報告行きましょうか。ゲット。報告やってまいりました。すごいじゃないかチョメ。魔法省の必須のオリエンテーションはこれで終わりだ。君の教え方がうまかったおかげだな。協力すると何でも簡単に乗り越えられる気がする。今はそう思うかもしれないが、アズカバンは予測不可能な場所だ。しかも常に危険に満ちている。わかってる。だけど君の指導のおかげでどんな状況にも対処できそうだよ。はい、これでね、完了しました。ゲット。第37章完了。ロックダウンでした。ゲット。またね、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。